はい、生ナキチン横須賀さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。タラの美味しい季節なんですが、そうすると、タラ菊ですね、精巣の部分ですとか、はい、あとは卵の方ですね、卵巣なんかも出てきてますので、今日は鍋にね両方とも使っていきましょう。塩煮にしてます。材料です。はい、じゃがいも中ぐらい 3、4個、それから玉ねぎ大きめの2個ぐらい用意してください。タラは生のタラでもいいですし、今日はちょっと塩が効いてた方がいいかなと思って塩タラにしてます。そして油麩、いい仕事してくれますのでお忘れなく。小松菜もちょっと添えてみました。そして今日はね、一緒に煮ていくんではなく、マダラコだけ煮ていきますね。生のマダラコ今いっぱい出てますから、ちょっと見つけてみてくださいね。お塩とお酒で煮ていきます。仕上げにバターをちょっと乗せると美味しいですよ。詳しいレシピはDボタンでご覧いただけます。ではマダラを煮ていきましょうね。マダラじゃマダラコですね、大きいタラコみたいな状態ですが、これマダラの子供です。はい、これで一腹ね、一匹にこの2本入ってます。今ここにお湯が沸いておりますが、お塩とちょっときつめです、それからお酒を加えましょう。普通の煮魚のように甘じょっぱく煮るのも美味しいんですけれども、今日はね鍋が塩味なので、お塩で煮ていきましょう。これもおつなもんですよ。でちょっと沸いてたんですが、少し火を弱めまして、重たいんです、これ500グラムぐらいあるかな、410円でした。そのぐらいで今ね手に入りますから、おすすめですよ。もうそろそろなくなりかけてます、うん、そして火加減なんですけれども、あんまり強いとパーンと弾けることがありますので、このぐらいの火加減にして、時々こうやってねお湯をかけながら5分ぐらい煮ていってください。フレンチのやり方そうねそうですよね、 上からねこうやってかけてね。で5分ぐらいしたらひっくり返して、あとはこういうのでね落とし蓋をして、そのまま冷ましておくといいですよ。ただすごく大きいのありますから、時間はね10分ぐらいかかる時もありますので、そうすると都合20分ぐらいかな、10分煮て10分ひっくり返してそのまま置くっていう感じで、で出来上がって冷ましたのがこちらでございます。はい、サイズが若干縮んでおりますけれどもね、こんな感じですね。で冷めるまで置いといたので、塩がこう入っててすごく美味しくなってますよ。ちょっと出してみましょうかね。でこの残ったおつゆなんですけれども、正直言ってね、これで鍋のつゆにするとすごい旨味なんですが、今日ちょっと別々だったのでこれ使わずに置いちゃいますけれども、もしねじゃがいも煮るとき一緒に煮れるといいと思いますよ。さあ切ってみましょう。はい、ここで半分、ちょっとね中が少しピンク色ぐらいがいいと思いますよ。ちょっといい感じじゃないですか、ね、ローストビーフみたい、うん、これ鍋に入れてちょっとね火を通してあげるとお腹も痛くならないと思いますのでね。そうなんですね、誰だこれいつも生で食べようとする人は。さあこんな感じね、はい、用意しておいてください。1センチぐらいの輪切りにしました。うわー、はいはいはい、これねもうちょい火通すとそのまま食べられますね、はいはいはい、それでは鍋の方に移りましょう。よいしょ、あポイント言うんでしたっけ、ポイントない、はい、ではこれ鍋用です。そしてここにお塩を加えまして、でじゃがいもですけれども皮を剥いて、そしてちょっと乱切りにしました。一口大より大きい感じですね。水洗いしてからの方がいいですね。そしてほぼ柔らかくなるまで煮ていきましょう。だいたいこれも15分ぐらいかかりますかね。はい、こちらに15分煮たものがあります。こんな感じ、ちょっと竹串刺してみてください。崩れる前ぐらいの方がいいですよ。さあここにタラ入れていきましょう。今日は塩タラなんですけれども、美味しそうなタラだったのでこのままいきますけれども、たまに細かく切ってすごくしょっぱくなってるのは売られてますよね、はいはい、その時にはお湯をざーっとかけてね、ちょっと塩抜きしてから使うといいと思います。はい、これも入れちゃいましょう。切ろうと思ったんですけれども喧嘩になるので1枚のまま入れましょうね、はい、上食べたなの腹の方食べたなのってなりますのでね、はい、はい、ちょっとここからもまたいいお出汁を出していきましょう。さあその間に具を用意していきますね。はい、ちょっと控えてね。では今日使っていく具なんですけれども、これです。玉ねぎ、玉ねぎねスライサーでこう輪切りにするとこれがねすっごく美味しいんです。で今どん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 玉ねぎの中切ると緑の芽が出てきてますので、使っちゃった方がいいですからね、この際いっぱい使ってください。
これ春雨の代わりだと思ってください。春雨とか糸こん代わりにね、たっぷりこうやって輪切りにしておいてください。はい、そして油麩も切れております。小松菜今日用意しましたが、ほうれん草とかね、いろんなの使ってみてくださいね。さあ、タラなのですぐ火が通ります。ではでは申し上げいきますよ。はい、ちょっとこの辺に小松菜入ります。はい、小松菜が入って、そしてここにちょっと油麩を入れさせてくださいね。あ、そうそう、おつゆの味も見てくださいね。一応最初に塩入ってますけれども、あとタラの塩気も入りますのでね、様子見ながら加えていってください。よいしょ、はい、吸いましたね。はい、吸いました。熱い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 。さあ、ここで玉ねぎです。玉ねぎたっぷり入りますからね、この辺かな、ガバッと。ほんといくらでも玉ねぎ食べちゃいますよ、これね。さっと煮た方が美味しいですね。そして、あれあれあれ、はい、油麩さん、ちょっとこれ台座です、油麩ね。ここにたらこを乗せてあげると沈まずに程よく火が通っていくわけですよ。昨日のあの染み豆腐でもいいですけれどもね、ちょっとピンク色がかって、これが少し白っぽくなるまで煮ていってくださいね。さあ、ポイントです。はい、玉ねぎとまだらこには最後に入れてください。食感と風味を生かしましょうね。さあ、そして食べるときにちょっとバターなんか添えるといいと思いますよ。お好みですけどね。さあ、完成です。はい、出来上がりました。まだらのコッコとじゃがいもの鍋でございます。これは美味しそうだぞ。